って結構深夜まで行ったでしょ。行った、朝から来たでしょ、うん、僕多分朝からみんなイベントあったから、うん、俺多分寝ないとダメなタイプだから。そうね、朝そのままやってたんで多分すげえ。もうまあでも若さですね。若さ20代ってすごいな。すごいですよ、そんな話もあって。もちょっといろいろ俺あっても覚えきれなくて、携帯にちょっと打ち込んで結構な量だったんですよ。いろいろ話し切れるんですか。話し切れない、切れない。読むよ。でね、NG1 回100円っていうのを覚えてる。NG 箱NG 箱、噛んだら100円。あのね、圧倒的に俺が不利セリフの量で頑張って俺の方が絶対不利それでさ、いくら貯まったんだけど、すごい貯まって。そうっすよ、で5000円超えましたね。いえ、5000円どころの話じゃないよ、2、3万貯まった。あ、2、3万いきましたっけ。で、最終的に寿司を、はい、話し、ね、寿司折りを頼んで頼みました。そう、みんなで寿司を食べた。でもあれって結構半分ぐらいキャップですね。嶋さんが多分あ、その後ちょっと追加してくれて多分あれ頼んだよね。確かに確かに。そう、NG はこう、でも確かに僕返信した後もみんなシーンがあるから、うん、結局まあペイだったと思うんですけど。はい。いやいや、どうだったと思ったら、ね、じゃがりこのね、当時じゃがりこ、ああ、なんか潰せるんですよね。そうそう、お湯入れて昔はそんなことがある。今はだってさ、そう、お湯入れてポテトサラダにできますよっていうじゃがりこ売ってるでしょ。あ、それのあります、ね、チーズ入れたりとかあります。そうでしょ。そんなのない時に俺らはさ、じゃがりこに何センチまで入れ、お湯を入れてしばらくしてこう潰すとポテトサラダになりますよみたいな。すごい流行ってたんですよ。前田が大好物ね。それをスタッフの奥様が、それに、きゅうりを薄く刻んで、おー、マヨネーズ追加して、だんだん食べさせたら、お前、ポテトサラダがうまくなったんだって食べさせてるんですよねって、あのスクリプターさんが言って。でも、時代の先駆けですよね。先駆けですよ。その当時からそれをやってるんだから。何やってるんだっていうね。裏回しでも結構ありますね。あの、ちょっと車のやつがある。車、車ね、さ、車ですか。車って僕とヒデ君はほぼあれじゃないですか。スタントなしでやってた、はい、やったから、はいはい、シェパードレター。シェパードレターはヒデ君がこっちにいて、うん、でもなんかこうキキキキキキキっていうのをカメラここで構えてるからここで止まってくれみたいな。あ、よく覚えてますね。それめっちゃ怖くて、あれヒデ君に教わったんでしたっけ。あの、サイト引けって。そうそうそう。で、あの、まあ、ドリフトをするんですよ。ドリフト、ドリフト。ドリフトして、カメラ前で止まるっていう。で、赤谷が運転席で、俺が助手席に乗るって珍しいんだよね。珍しい、珍しい。その感じしてね。そしたら、エンジンかけて、じゃあ、あの、テスト行きますみたいな感じになったら、ところで、ドリフトってやったことあるの？ないです。いや、初めて、初めてですって。なんか、ブーンって行って、こうすればいいみたいな。ブレーキして、こうすれば止まると思ってる。ちょっと待った、待った、待った。サイドブレーキかないと、お尻が流れないぞみたいな。なんですか、お尻が流れるって。ちょっと、じゃあやってみますみたいな感じで、カメラマンもいるし、俺も横乗ってるしみたいな。すっげえ怖かった覚えは。俺も怖かった。だって下手したらブレーキ遅かったらカメラマンドーンですよね。行く行く。でもよくそんなことしたね。よくやらせましたね。うん、そして一発 OK っていうね。そう、奇跡。回してキュッてやったらいけるよって言ったらキュッて止まって OK みたいな。すごい、かっこめっちゃ違ったね。うまかった。あれは素人にやっちゃいけない。いけないよね。怖かったし、やっぱ俺あれすごい怖いイメージなんだよな。基本やっぱり引きでやりゃわからないんですけど、うん、やっぱり寄ったら武蔵っぽいって言われて、うん、そうそうそう。やっぱりこう、まあ、全部自分で運転しろみたいなのがあったんですけど、うん、結構縦、結構すごかったですね。どれ？いや、なんか一応あの空手の会がすごい。空手の会議で、俺はもともと武道やってるっていうね、そうそうそう、役なのね。もともとやってたけど、ね、武蔵がそれにこう強くなるっていうね、はいはい、さらにちょっと強くなるっていうので空手をやるっていうので、あれ1週間前か2週間前ぐらいに、あの、岡助監督から磯崎君、あの、高安に空手を教えてくれるかなって、から撮影1週間か2週間後だっていうから、じゃあやろうっつってメイク部屋で、ね、はい、空手着せて、はい、やりました。特訓しました。なんかやったよね。
やったけど、ひでくんはもう仕上がってる体なんだけど、俺ガリガリだったから。ガリガリガリ。ブカブカの体で来て、何のこう、なんか戦って強い感じにしてるけど、めっちゃ弱そうやな、みたいな。あったね。あれもなんか寸止めとか、なんかこう当てたりとか、結構ね、ガチでしたから。ガチです。だから、今と違って結構熱血な時代ですから。うん、そうね。カメラを地面に置いたらぶっ飛ばされる時代じゃないですか。うんうんうん、確かに。今、あれってフィルムじゃないですよね、こちら。ないです、ね、ガイアまでがフィルムだったんですよ。うん。だから、ダメだね。だから、昼飯が押すと切れられる。ああ、そうそうね。スタッフさんはね。倉持さんが怒る。怒る。飯まだお前そうだよ、ね。飯は大事だよ。飯はちゃんとしてください。だそんなガリガリのね、話からすると、ポンプすごい細くて、そうですね、ガリッガリだった時にまたこれ岡監督がもう親だったから、岡監督ってあ岡監督じゃない、岡助監督、今その当時の、うん、もう高谷のことはねもう弟とかじゃなくて子供なんだよね、もう心配されまくりで、またうちの師匠、今の師匠、いわゆる車師匠、盾をつけてさ車師匠に筋トレのメニューをあげてくれって言われて、筋トレのメニューあげたんだって覚えてる、初めの頃ですかね、初めの頃じゃなくて、で、腕立て何回、腹筋なんでスクワット何回って言って、渡したんだって。で、しばらくしてその師匠が姿を見て、あいつやってねえなって多分、本当にやってねえなっていうのを言ったのをすごくまた、俺も覚えてて、ジムなんか、ジム行ってなかったんですけどね、今と真逆だよね。そう、今なんか俺ベンチプレス先にじゃないから、いやいやいや、おかしい、だって今俺の方が細いんだよ何こ何もこ、おかしいおかしい、何にもないんだから、べったんこなんだから、胸だけは今もありますからね。 すげえな、腕とかもすごいね、足もすごい。俺腕立て負けるかな、わかんないです。腕立てって今腕立て何回やるんですか。1回だよ、1回1回1回戦です。あ、腕相撲、腕相撲腕立て伏せ、どんな対決するの。ちょっとね、やってみよう。マジっすか。よし、やろう。吹雪の部屋、腕相撲だよ。よし、いいですか。はい、いきますよ、はい、レディーゴー。うわぁぁ、吹雪の部屋すごいよね、本当に。もう全然動いてる。もう日々やってますから。すごいな、これやった、ヒデ君に勝った瞬間が。無理だわ、そんなないもん。刀を使うとね、ここだけがつくんですよ。そこでも太いですね。そうでしょ、ここだけがつくんだけど、こっちもこっちばっかりつくんですよ。そうですか、すごいわ。まあ、ということでね、ということで、はい、腕相撲は負けましたけどねその時にうちの師匠と出会って、実は、はい、で俺もともと時代劇やりたかったりしてたんで、真剣の刀の武道をやりたいとずっと当時思ってて、でウルトラマンコスモスが決まっちゃったんで、どっか違う道場行く予定だったんで、それ行かなくなったんですよ、うん、でたまたま撮影でうちの師匠と会って、はい、でそれも道場の近くのロケだった、たまたま、これおで、そんな話もたまたまして、で帰りに寄るかっていうので、帰りに道場に寄って、初めて真剣持たせてもらって、そこから今に至ってるんですけど、始まりやるのに本物も知っとく、まあ、そういう虚のものも知っとくっていうので、やりたくてやる。で、まあ、そこから日本刀にハマってって、ずっと。YouTube 見ましたよ。ぜひそれを今回ね。いや、できんのかな、僕やんが、体験をしようと思ってるんですよ。どう？切ったことないですよ。切ってみよう。どうですか？吹雪の部屋習ってはですね。そうそう。もうえ、武蔵日本刀が。日本刀で待つ。あ、音量記念記ってあったでしょ。音量記念記やりました、はいね。はい。あの撮影ってうちの師匠がまあついてるから、特撮のいわゆる、寄りの場面、インサート場面とかは本見使ってるんですよ。あ、本見でやった。それ確認してください。また今度 YouTube でね、あれ40何話だったかな、49話とかそう。そのぐらい結構遅い。そうですね、今だって YouTube 配信で毎週2話配信されてるんで、20週後ぐらいそのね、日本刀使う怪獣っていうの、あれは音量、音量ですね、が出てくるんですけど、はい、その時俺あれやりたくて、俺やりたくて
ってずっと思ってたわけ。だけどまあね、もちろん専門の人がやったんだけど、今だったら俺できるなと思ってたけどさ。そっか、もうその域に至ってるんですもんね。でも、ヒデ君も一位といえば盾っていうのはね。ありがとう。だってもう盾師ですから。今はね、盾師もやらせてもらって。極寺ですから。番組違う。結構アニメ系行ってますよね、ナルトしかり。そうだね。ワンピースしかり。ワンピースやりましたね。すごいな。え、カカシでしょ？イルカです。あ、イルカか。あれ、カカシ買ってませんでしたっけ？カカシはね、中国公演の時に、ちょっとだけ、カカシ先生の方がちょっと怪我してしまって。あ、その時にだ。そう、イルカ先生とカカシ先生を同時にやってたんですよ。イルカ先生で吐けて、すぐ着替えてしまった。うわ。たまたまセリフが。遅くなってすまないってセリフがあって早返しで出てくるんだけど皆さんが拍手して遅くない遅くない遅くないぞっていうのをやったりして舞台ならではいいっすねあと青木島やったんでしょ青木島やりましたねめちゃくちゃいいじゃないですかスーパーカブキで ねスーパーカブキ、うん、ワンピース面白かった声優さんからアニメから特撮まで、はい、じゃ特撮から始まったのかそうだね、ねうん久しぶりに会いましたけど、ヒデ君の人生ってかっこいいなと思って、いやいやいや、その、ね、人生の一部をちょっと今日教わろうと思って、あぜひ、はい、私、じゃあ今回、はい、立てる、はい、やりますね、ぜひやってください、じゃあその前にこう、私服じゃんね、だめなんですか、これじゃやっぱり良くないなと思って、やっぱり変身してもらわないといけないと思うんで、変身、はい、もうちょっと変身をしていただければと思います。はい好きな返信で大丈夫です。じゃあ。はい、皆さん。吹雪の部屋。8月27日金曜日池袋サンシャインウルトラヒーローズエキスポサマーフェスティバルでコスモスイベントを決定しましたそしてシークレットゲストが参加してくれますリモートになりますけれども綾野隊員のマイカが